Salut à tous et bienvenue sur ce live de Xenoblade Chronicles 2. Du coup, nous sommes au chapitre 6. Nous avons un petit peu avancé dans le scénario. Donc là, on est donc en direction de la capitale de Tantal, où on va découvrir un nouveau biome. J'espère que vous allez bien, parce que avec la chaleur ça peut être compliqué. Donc là on est dans un champ de neige, un peu de fraîcheur c'est mieux que la chaleur, je trouve, parce que quand t'as chaud, quand t'as enlevé ton t-shirt, c'est un peu compliqué, tu peux plus rien enlever. Que si t'as froid, bah tu rajoutes une couche, un t-shirt, un pull, une veste, etc. Xenoblade Chronicles 3 bientôt disponible, hein. Donc j'espère pouvoir finir le 2 et Torna très très vite. Il nous reste environ 9 jours. お嬢様は暖でしたら私の上で取られたらいかがでしょう。ホムラ様もお困りのようですし。やだ。リャッコの背中、寒さで毛が硬くなってゴワゴワしてるんだもん。そんな。 気のせいかな。エーテルラインの光が弱いような。エーテルラインって何ですかも？ほらあれ、アルスの体に走っている光の線のことだよ。あの光はアルスの体を流れるエーテルの光なのです。人間で言えば血液の流れみたいなものですね。よう気ぃついたな。 玄武はな、他よりもエーテルの血流が弱いアルスなんや。気温が低いんも作物が育ちにくいんもそれが原因や言われとる。冷え性みたいなもんかな。まあそんなとこやな。 D'éviter les combats inutiles, hein, comme ça on avance dans le scénario. L'homme qui est tombé dans le vide. Да.
La musique, elle va bien avec la zone, je trouve. Bon, du coup on arrive vers la ville là. Sûrement y avoir des discussions un petit peu tendues entre le fils et son père. Et que le prince il... s'est barré. で読んだ古代文明の姿そのものじゃないか。見てくれだけはな。広告イーラはな、当時は有機キウムと双璧をなす文明国家やったんや。生物に関する技術の粋を極めたのが有機キウムなら、機械技術の粋を極めたのがイーラ。その血を受け継いだのが このルクスリアっちゅうわけや。人が生きている限り文化文明は受け継がれる。命の継承ならぬ知の継承ですね。いいこと言うね。恐縮です。そうとも言えへんね。見たらわかるわ。 D'un côté, si tout le monde est refusé, s'ils ont pas les bons documents, hein, tu vois personne, mon petit. Zuibun to kakki no aru ichiba janai. Yamiichi ya. Yamiichi?カンレーナルクスリアではな、地産の作物はほとんど出回らん。見てみ、普通の店はみんな閉まっとるやろ。本当だ、人が誰もいない。せやから、ああやって裏で仕入れた他国産の作物をベラボーな値段で売っとる。飢餓にならへんのやったら、そんでええ言うてな。行政も見てみぬふりや。つまりは生産活動の多くがただ生きることに費やされ、国力は衰退していく。その通りや。これだけの古代文明の支えがあっても不可能なことはあるのだな。古代文明言うと聞こえはええけどな、観光客のおらんただのでっかい博物館や。名刺の足しにもならんわ。
お待ちしておりました、殿下。おお、久しぶりやな。親父は中か。はい、殿下の帰国を心待ちにしておいでです。アホ、そんなことあるか。もしほんまやったら天地がひっくり返っとるわ。気遣いは無用やで。恐れ入ります。どうやらこっちの状況は伝わっとるようやな。話早いわ。どうされました？いや、トラ、え、なんでだも？確かに花は自分でエーテルエネルギーを作り出せるけども。すまん、今は言う通りにしてもらえると助かる。分かったも、トラに任せろも。天の聖杯か。お嬢様。ちょっとなんだよこれ。亀ちゃん。知らん。なんじゃお前ら。親父。どないしたんや。レックスたちが何したって言うんや。
何かが起こってからでは遅いのだ、ジークよ。世界を焼かせるわけにはいかぬ。天の聖杯には消えてもらおう。冗談じゃない。リャッコ、レックスを助けるよ。はい。無益な抵抗はやめよう。我が目的はあくまでも天の聖杯の消滅。そなたたちの命まで取ろうとは思わん。ゼーリッヒ陛下、私はスペルビア皇帝の命を受け、特使としての立場でここにいる。それをご承知の上でか。承知している。そして覚悟もしているよ。覚悟だと。なんでホムラを消さなならん。言葉遣いは相変わらずだな。今は関係あらへんやろ。はぐらかすな。理は我が側にあると言ったら。どういう意味や。アルスト世界のためと言い換えてもよい。何やて。ついてこい。これが我が王家の歴史だ。そんなアホな。なんで、なんでや親父。やはりエーテルエネルギーが遮断されているようです。くそー。こんなことしている間にホムラが。なんとかならないのかよ。無駄じゃ、レックス。体力を消耗するだけじゃぞ。壁も床もかなり分厚く作られているようですね。全く歯が立ちません。少し落ち着こう、レックス。落ち着いて考えればきっとどこかに突破口が。ってちょっとそこ、少しは協力しなさいよ。無駄なあがきだな。この建物全体が捕獲ネットと同様の結界構造になっている。捕獲ネットってトリゴであんたらが使ったあの網のこと。ドライバーとブレードを一箇所に閉じ込め、なおかつ武器も残している。絶対の自信があるんだろう。余震は時間をかけて突破されたとしても、それまでの間に処理してしまえる算段なのかもしれん。処理ってならなおのこと、あんたたちの力も合わせて。無駄だと言っている。うん。ただのゴリ押しならばという意味だ。ムカつくな。え、なんて。ムカつく言うとるんや。何が世界のためや。方便にも程があるわ。ほんなら。方便に方便を重ねて鎖でがんじがらめになったんが今のワイラや。ボンならその鎖断ち切れるかもしれん。あの子が。かけんのは嫌か。ええよ、王子がそう言うならうちも乗っかるわ。ボンは純粋や。純粋すぎて危うい時もある。
それを助けてやるんが大人の務めっちゅうもんやろ。せやな、うち王子のそういうとこ好きやわ。苦労かけんな。今さら何言うてんの。苦労なんてかけられっぱなしやわ。ほな行くで。よし、これでいい。準備完了だもん。何のこと、トラ。もふふーん、ドライバーもブレードもエーテルエネルギーを使ってアーツを撃つも。何を今更なこと言ってんのさ、常識だろ。でも今は使えないもん。ああ、この部屋のおかげでね。もふふーん、兄貴たちは大事なことを忘れてるもん。なんだよ、もったいぶらずに教えなよ。花は人工ブレードだってこと忘れてないかも。忘れるわけないだろ、目覚めた時から一緒にいるんだから。あ、そうか、エーテルロか。その通りですもん。姉様のおかげで今の花は自分でエーテルエネルギーを作り出せますもん。結界とか関係ないんですもん。メレフの剣のクリスタルを花のカムカムに移植したもん。クリスタルにはアーツ一発分のエネルギーが貯めてあるもん。花のカムカムの属性は血、メレフの火属性との相乗効果で威力は倍増するんだもん。直撃させればおそらくそこの扉も吹き飛ばせるだろう。待ちなよ、エネルギーを貯めてあるってこの結界の中で一体どうやって。そういえばメレフ様はここに来てから一度もアーツを撃たれていません。え、王宮に入った時から様子がおかしかったからな。トラにもアーツは使わないように耳打ちをしておいた。もふふー、なるほどな。花が結界中でも力を行使できるとわかればより警戒されてしまう。そういうことだ。やるぞ、離れていろ。待て、剣からクリスタルを移植したらメレフの武器は。改めて家具土のコアから発生させる。ん、ひょっとして知らなかったのか。え、あんたブレイドの武器の仕組み知らなかったの、マジで。そんなの知るわけないだろう。なくしたことも壊したこともなかったんだからさ。それなら無理もないわね。まあそういうことだ。トラ、ハナ、頼む。任せてくれも。行きますもん。ジェットカムカム。これはまた派手にやらかしたな。あっという間に衛兵が飛んでくるぞ。急ごう。ホムラ様は下に降りていきました。おそらくは王宮地下のいずこかに。わかった。ただいま。お疲れさん。あ、les mercenaires sont de retour. これが結果だ。あなたの役に立てれば。C'est ça qu'on veut là. C'est gratuit. さらなる深み。Des points d'amélio. しっかりとリーダーを支えよう。
世に命令はさせん。俺に任せときな。サポートするから。On en voit plein. Toujours le même leader. Flying Marfolk. Flying Marfolk. Je passe le zoo. Gambare. Je sauvegarde vu que j'ai eu le retour des mercenaires. On sait jamais.On va où? On va pas remonter, je pense pas. Est-ce que je tente le combat quand même?C'est obligé, je pense. Zeke, Saika. Nah, yeah. せっかく解放したろう思ってきたのに、もう逃げとったんかい。気が短いのさ。それよりいいのかい？こんなことして。もともと宝刀息子や。かまへんかまへん。ホムラ？こっちや。ついてき。Hop là. Donc faut trouver où est Pyra.俺たちの力見せてやろう。トラとハナの攻撃。ダーマーブレイカー。ハナ、ついて。マジマ。こんな。Continuer de chercher où se trouvent les géoles pour libérer Pyra.命令を超えてきた。命令
Sur ma lame, j'ai mis un truc qui fait que l'art de niveau 1 là, l'ulti il fait plus de dégâts. Du coup, c'est pour ça que je spam le niveau 1. Et en plus, vu que j'ai jamais le temps de le monter niveau 3 ou 4, on spammer le 1 quoi. Oh, bizarre, je l'ai monté. Oh, j'ai pas de chance. Là. Il a fait qu'est-ce qu'il veut. De sauvegarder vu qu'il y a une cinématique, on sait jamais s'il y a un boss. Petite cinématique du coup. ホムラに命を半分もらって楽園に行くって決めてから毎日こんな感じさ。でもちょっと嬉しいんだ。 ドライバーとブレイドの証って言うか、2人の絆みたいな気がしてさ。帰り討ちじゃ。だから。ダマブレイカーセントレーション。 C'est vraiment énormément de dégâts. Voilà, ça sent le boss du coup. Hein. Une grosse salle. Ou sinon, ça sera juste une cinématique où on va libérer Pyra. On va voir ça.
は高速柱のようね。前を見て。エーテル加速器、古王国イーラで同じものを見たことがある。どうやら私たちを跡形もなく消す気ね。どうする？出力を絞って目いっぱい収束させればここを狙い撃ちにもできるけど。ここの人たちが本当にイーラの人たちの末裔なら、私には伝えなければならないことがある。そう、なら任せる。ありがとう、光ちゃん。来たわ。すまぬな、天の聖杯。そなたに直接の恨みはない。だが、世界のためだ。この場で消滅してくれ。それがあなたの望みですか、ゼーリヒオ。それは、そなたの望みでもあったはずだ。英雄アデルと共に歴史から姿を消したあの日から。始めろ。ホムラーレックス。エーテル加速器。なんだいそれ。大昔に作られた玄武のエーテルエネルギーを利用した兵器や。ちゃんと修復されとったとはな。親父のやつ、あれでホムラを消し去る気や。あんなもん使ったらどんなブレードかて再生できへんで。そんなことさせるもんか。Ah, j'espère que c'est pas une horde infinie quoi. Ça fait vraiment trop de dégâts.
外れた。やってやれって、あいつら止めたよ。ホブラ、500年だ。500年の間、我がルクスリアはサンクトスチェインを秘匿してきた。なぜかわかるか？聖杯大戦で古王国イーラは滅亡し、国の英雄アデルも帰っては来なかった。古王国イーラはあくまで英雄アデルを中心にまとまっていた国だった。だが父祖たちはそうではなかった。わいらが英雄アデルの血脈やないやと？そうだ、我が王家はイーラにあっては亡霊、戦後の混乱に乗じて今の地位を得たに過ぎぬ。それやったらただの簒奪者やないか。そういう時代だったのだ。そうまでしても国を存続させねばならなかったのだ。アデルの名前をつこうてでもか？主亡き後のイーラでは多くの血が流れたという。それをルクスリアとして一つにまとめるには必要なことだったのだ。世界を救った英雄の伝説は人心に深く根付いている。それを市政に利用したというわけか。それでも世界を二度と焼かせないという思いは本物だったのだ。何綺麗事言うとんねん。早い話がうまいこと権力の座に収まっただけやろ。ムカつくわ。歴史とはそういうものだ。我がスペルビアだっていつそうなるか。ああ、軽々に攻めることはできんな。アデルって人は本当に帰ってこなかったの？記録では天の聖杯を封印した後に行方知れずとなっている。おそらくは帰国の途中、いずこかで命を落としたのであろう。行方知れずではありません。何と言った？天の聖杯。彼はアデルが全て予見していました。国が滅んだ後、人々がどうなるかを。でもあえて戻らなかった。アデルの意志でそうしたと。なぜだ？我が行員たちよ、私はアデル・オルド。私は今日ここに天の聖杯を封印する。しかしそれは永劫のものではない。いつの日にか我々人が天の聖杯にふさわしい存在となれた時のため、彼女を後世に託そうと思う。彼女は希望だ。人がより良き存在として生きることができた時、彼女はきっと答えてくれるだろう。その日が来ることを信じて、我が願いとともに。彼は後の世のさまざまな混乱を予見していました。その上で彼は迷う私に言ったんです。これは試練だと。私が眠ることも試練？そう、これは我々人間が越えなければならない試練だ。でなければ君たちと共に歩む
む資格はない。歩む資格？どういう意図から出た言葉なのか私には分かりません。単に人間とブレイドとの共存を指したのか、それとも、でもそれは覚悟だったと思います。人が生き残るための。Là, vu qu'ils ont tiré dans le monstre, soit il est en train de couler, soit un truc comme ça à tous les coups. サンクトスチェーンが使われとる。さっきエーテル加速器使うたよ。多分玄武に流れているエネルギーが逆流して過負荷に耐えられへんかったんや。壊れちゃったってこと？もううちの言葉も届いてへん。このままやとどんどん深く潜ってしもうて、そんでアホがあないな骨董品使うから。密度的には水とほとんど同じなんだ。深く潜ればそれだけ圧力が高くなる。500も潜れば人間なんてぺちゃんこさ。そんな圧力がこの玄武に。深度は今何ぼや？およそ2200メルト。1分につき120メルトの速さで沈んでいってます。外角の限界深度25000が限界かと。こんなら持って3時間ってとこかいな。カメちゃんのくせに計算早っ。アホ。お前あかんな。もう王宮の南塔に耐圧ポッドだ。お前らだけでもそれに乗って逃げ。ジークや町の人たちは。お前らのことはええから。ええって、そんなことできるわけないだろう。何か方法はないのかよ。みんなが助かる方法は。玄武のコントロールは最下しかできない。その最下が無理なら考えるな。あとはできるだけ多くの人間を脱出させてる。3時間しかないし。この玄武の制御はサンクトスチェインによって行われていたんですよね。その場所は玄武の頭の王宮の南から石柱を通って先へ。私が行きます。行くって。お前、サンクトスチェインは元はといえばサーペントの制御コア。そしてサーペントは私のデバイス。断言はできませんが、私になら直せるかもしれない。ホムラ、ホムラちゃん本気なのかも。さっき殺されかかったのに助けるのかも。それはそれ、これはこれってレックスなら言いますよね。おおそうだな。だからです、ホムラちゃん。わかったもん。そういうことならトラも花も手を貸すも。仕方ないね、ビャッコ。元よりそのつもりです。そういうことだから邪魔すんじゃないよ。いいね。そなたたちは命を張るというのか。天の聖杯を抹殺せんとしたこのルクスリアのために。国のためなんかじゃない。
では何のために。王様なんだろ、なら言わなくたってわかるよね。レックス、そなたは。メレフ。仕方ないな。ジーク、サンクトステインのある場所詳しく教えて。おう、ついてこい、案内したるわ。ジーク。親父、万が一に備えて住民の避難を。まあわいらが行くんや、万が一なんて怒らへん思うけどな。承知した。時間があらへん、急ぐで。なあ。Bon bah, mission de sauvetage du coup. Thora qui fait style, qui connaît les étapes. Dans 2 minutes. Bon, du coup on a libéré Kiara. Maintenant on va essayer de réparer le limiteur là. On se paie le royaume. Bon, du coup des fois pour trouver où faut aller c'est un peu compliqué je trouve. Normalement ça devrait être par là-bas hein.
Peut-être un chemin dans la grotte ou quoi, je sais pas. Bon, les mercenaires sont au retour. Tatakai ni okeru kakushi. Kore ijou yo tayoru. Ore o dondon tayotte izu.俺に任せときな。頑張る。力をお貸しします。Les persos au point. しっかりとリーダーを支えよう。強い奴と戦いたい。これからバシバシ強敵と戦うよ。Bizarre, j'ai pas pu mettre l'autre en lien. Mais il me semble avoir lu qu'il disait quand vous sortez, vous allez à gauche. Quoi. どれどれ？私の知識によると。どれどれ？
見つけた。おめでとうございます。何が出るかなっと。私の知識によると、お手並み拝見じゃな。よっと、下がってください。マスター、アナの手入れを見せてやるんですが、シャクと撃破を進言します。うまい。ちょっと手加減してやったもん、うん、もう次は負けないですもん。Que j'ai pas pris le bon chemin, peut-être, je sais pas. Ojak, Genzai Ichi au Kakunin. Là, ça me dit d'aller là en fait, mais il y a le vide quoi. Comment descendre du coup? Motto kiyotsuke naito. Shinchou ni mairimashou. Même pas une carte complète. J'ai trouvé le chemin quoi. Comment descendre ? C'est bien l'espèce de pont que j'avais vu quoi. Pas ou pas du tout quoi. On descend comment ? Ah, et l'indicateur de chemin là, il te dit d'aller à un endroit, mais il y a rien du tout quoi. Totalement inutile quoi.
truc, j'ai envie de faire un move dégueulasse, si je peux je sauterai là dessus pour glisser en bas là. Et pourtant je suis déjà passé là. Ça me dit de remonter quoi. Oh là là, faut aller où? Monter tout à l'heure et il y a rien après. L'indicateur vraiment inutile du coup. Et là-bas je crois que j'y suis allé mais il n'y a rien. Et là je suis à un stade où j'ai envie limite d'aller sur la sur le bâtiment et de sauter dans la flotte en bas là. Comment on descend? Qui dit sortez du château, allez à gauche, y a rien à gauche. Et là-bas, y a que le rond où tu trades. Ouais, j'avance et ça me dit de tourner quoi. Sauf qu'il y a rien quoi. T'as même pas de mur d'escalade ou quoi quoi. J'allais là-bas quoi. Ah le 2 c'est... Il est plus chiant que le 1 en termes d'exploration. Là-bas, à part le rond pour ce fight, y'a rien quoi. Et quand je suis rentré dedans, il y avait du gaz, ça m'a one shot quoi. Au moins que j'ai pas vu un truc.
Ça doit faire au moins 10-15 minutes que je cherche. Quoi. Elle est là au cas où. Dojak, gainzai ichi o kakunin. En fait, ça se trouve, c'était juste ça. Fallait aller à gauche, mais dans la ville, alors que le gars il te met à l'entrée pour te casser. Quoi. En fait, c'est juste leur truc là qui dirige, il est vraiment mal fait quoi. Quand t'étais sur le pont de base, il te dit de sortir et il te fait aller à gauche alors qu'il y a rien. Quoi. En vrai, j'ai envie de tester. Oh, je loupe en plus. Ah. Oh, pour le lol, j'ai tenté. Système,復旧 しました.
Et si je tente de sauter de là. Oh. En plus, ils sont capables d'avoir mis des coffres ou des trucs là. Ouais. Bon, j'espère qu'il y a de l'eau, au moins je meurs pas. Non, c'est même pas de l'eau en plus. Système, 復旧しました. Bien joué, les gars. Oula. しっかりとリーダーを支えよう。強いやつと戦いたい。これからバシバシ強敵と戦うよ。闘争本能の赴くままに行こうか。 On va sauvegarder vu qu'ils sont venus les mecs. Ouais. Y'a pas de paravoile, triste. Là-bas ça monte en fait, donc en fait faut vraiment pas que je me fie à ça quoi. Pas vraiment nul en ce biome là. Et le radar est totalement inutile quoi.
Ah oui, je suis obligé de les tuer parce que sinon ils vont me faire chier si j'essaye de trouver le chemin. Ça prend un peu d'XP au moins. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Je vais le faire tomber avec l'explosion et j'ai réussi. Bon, où est le chemin là? Est-ce que ça commence un peu à être la misère là de pas trouver? Ah, du coup c'est pas par là. Et là-bas c'est pas là-bas. Bon, t'es sur mes pas hein, du coup je trouve pas. Oh là là. Il est
Ah, d'accord. Là-bas, t'as le pont qui est cassé, quoi. Je pensais qu'il y aurait un pouvoir avec l'oiseau ou quoi là. Nani ga deru kana to watashi no chishiki ni yoru to. Dore dore. Bon, ça va, je l'ai trouvé au moins. Et là, je passe, bim, il casse. Bon, déjà, j'ai trouvé la moitié du chemin, on dirait. Dire que je voulais sauter là, j'ai bien fait de regarder avant. En plus, c'est même pas par là. Trop relou, quoi. Putain, les mobs ils peuvent pas me laisser juste tranquille là. Envie de me fight, je veux juste me casser de cette zone là, aller en bas là. J'allais faire un truc là, heureusement que j'ai regardé. J'ai cru qu'ils étaient rentrés eux.
と。Bon, on doit pas être loin de la fin là. En fait, je me rends pas compte, je crois que je suis à que à la moitié quoi. Mais bon, là ça va, c'est plus standard là. T'as juste des escaliers et voilà. Ouais, le début là, pour trouver le bon chemin, horrible. En plus, il n'y a pas l'autorun, je crois, dans le jeu là par rapport au 1. Ça, c'était bien, tu mettais l'autorun. Du coup, je le fais aller courir tout droit, je pourrais boire un coup ou quoi. Je préférais limite la zone de l'usine qui était un peu horrible par rapport à ça là. Oh, le plus chiant c'est de trouver le chemin de toute façon la première fois. Du coup, le truc que je vais faire, c'est je vais sauvegarder parce qu'à tous les coups là, il y aura une. Quoi que, en fait, l'objectif c'est de réparer le truc, donc il y aura peut-être pas de fight. Faut trouver l'escalier là pour descendre. Ou sinon on y va en mode YOLO. メレフ様、また難しい顔をして眉間にシワできてしまいますよ。解せないんだ。反アデルファがルクスリアを建国し、戦後他国からの干渉を一切避けた。だが王のあの様子、
他にも何かあるような気がする。何かって？今回の件は法王庁からの申し出だ。それをあそこまで拒絶する理由、まるでその関係を立ちたがっているかのように見えてな。何か別の弱みを握られていたということですか？それならば説明もつくのだが、ジーク、その辺の事情は？わからん、記録も残ってへんからな。お前はどうだ？私のその頃の日記には何も。多分何らかの事情でコアに戻っていた時期かもしれません。じっちゃんはその頃のことを知らないの？ん？わしは別の場所におったからの。人間の国の情勢とやらにも興味なかったし。なんだよ、無駄に年食ってる割には役に立たないな。お主、コルレルみたいな物言いをするの。王様が語ったことが全てじゃないってこと？可能性はあるわね。それは、神たちがイーラの名前を継承しているのと関係あるのでしょうか？この先の世界を見れば、おのずとわかる。お前はここまで来てしまった。この先の世界…え？シンが言ってたこの先の世界って未来のことかと思ってたけど、あれって過去の人間の歴史って意味だったんじゃないかな。そこに彼らの戦う理由が？うん。もしそうだとしたなら、やっぱり私は眠りにつくべきではなかったのかもしれない。今回の戦いも超楽しかった。結果を聞く？さて、どうだった？Retour des mercenaires. Motto, tio ya. Cocoro ga takanar. Aratana michi o hiraita. Chien mo makasero. Kore de senryok appu da na.Pourquoi là j'ai l'impression que je suis à 500 sur 500, faudrait que je retourne dans le village des mercenaires là. Regardez si j'ai un TP ici. Le plus grand pilier. Tentez de retourner chez les mercenaires là, parce que j'ai l'impression que je fais des missions pour rien là.現在位置を確認。
Bon bah parfait, j'aurai plusieurs mercenaires sûrement envoyés là.任せときな。しっかりとリーダーを支えよう。不本意だが、きっちりサポートするから。私にこんな仕事をさせるの？どういうことなのよ。これが舞台名。 力をお貸しします。やった！式ライブラリーの結成だね。さてと、今回はどんな冒険に出会えるかな。諸君の健闘に期待する。 Bon, je peux sauvegarder vu que j'ai les deux mercenaires maintenant, ça c'est cool. システム機能を、さらなる力を、みんなが超パワー、働くご主人の力になり、また新たな可能性。 Comment on fait lui faire les repas là, Pierre?
Ouais, le biome de neige là, il y avait vraiment là la descente, c'était un peu horrible. Le radar il mongolisait totalement. Climatique.天の聖杯のデバイスは光ちゃんが行使するセイレーンやサーペントだけじゃありません。当時は無数のデバイスが滅によって行使されたんです。 戦いの後ってことか。ねえ、デバイスって一体何なのさ。サーペントは見たことあるけど、セイレーンってのは降ってくる光しか見たことないし。天の聖杯に与えられた力、遥か天空の楽園に眠っている神の剣。ちょっと、楽園ってもしかしてめちゃくちゃ恐ろしいとこなんじゃ。わかりません。 わかりませんって。私の記憶の片隅にあるのは、あの街並みだけ。なぜ父様が私を、そしてデバイスを作ったのか、私はそれが知りたい。ホムラ。いいじゃないか。そんなの言ってみればわかるさ。あんたね。宝の箱は開けてみるまでわからない。 Mais oui, voyons Rex, tu déconnes. Hein. Alors, petite cinématique, combat ou juste réparation ? どうやら目的地到達のようや。王宮よりずっと古い建物みたいだね。ええ、当時のままのようですね。
これやな。コアクリスタルみたいだ。これがサンクトスチェイン。ええ、これがサーペントの制御コア。私とサーペントが意思の疎通を図るために必要なものです。急がないと。わかりました。どう、直せそう？静かに。ごめん。光。ほんなら。浮上している。王子、浮上したら雲海を回遊するよう玄武に伝えといたわ。おお、どうやら間に合うたみたいやな。よかった。もうトラ、暴れてやあんこみたいにならなくて済んだ。もう一件落着だね。レックス、もうあれ外しても大丈夫やで。うん。こんな僻地に隠されていたとはね。わからなかったわけだ。正直脱出するべきか迷ってたんですが、ご苦労様でした。今日はあの厄介な女もいないし、思いっきりやれるね。君とのロンド楽しみにしてるぜ、ニア。いちいち気色悪いね、あんたは。そんな、ひどい。目的はサンクトスチェインか。勘がいいね。バカ、他に何があるって言うんだよ。それもひどい。素直に渡せばなんてチンプなセリフは言いません。全力で叩き潰してあげます。真のためにもね。真と滅はどこ？彼らには聞きたいことがたくさんある。あなたに話したいことなんてないと思いますけどね。そうかしら。そうですよ。勇んでるとこ悪いけどな。ブレードもなしにどないして戦うんや。舐めすぎちゃうか。別に舐めちゃいません。そんな必要ないだけです。なんやで。En fait, c'est tous des lames, on dirait, les autres. C'est ce qu'ils disaient déjà la dernière fois, là. Il n'y a pas les Blades. Il y a... Manitaku. Sugoi. Gomesatsu. Kore made ironna jama ga hairi mashita kedo. Kyou wa sore mo nasa sou da. Kore de kokoro okinaku tatakaeru. Yatte mi na yo.簡単に行くと思ったら大間違いだよ。まさか思っちゃいません。言ったはずです。全力でとね。あんまファイト。わしがごのっさい分かってればの。あなたの空気と崩れろ。イグロイアンフィスト。ロッタウント。アンフィスト。リフレッシュ。
アーマーブレイカー、了解くれ。アールブレード、クロビート、急いで拾いましょう。サガー、ダメダメ、エネルギー充電、どういうこと、ダメ、俺たちはブレイブ、処理がブレイブロイ、ありがとう、黙らって、押されてる、ビート、コンセントレーション、パワーキャノン、気合入ってるね、空も上げ上げになってきてる、アースフェイスト、調子はグレネードショット。Du coup, à voir si, si fin prochain il y a une cinématique ou si faut toutes les tuer. Pour l'instant, j'ai réussi à ne pas louper deux tutos, c'est cool ça. してると思ってんねん。とりあえずもう一
発かまして寝てもらおうか。後で行さん尋問したるさかいな。行くで強力カーリ。シン、いつの間に。雷豪の名は伊達ではないよ。この俺が急所を外したのは初めてだ。ほんとれ。マジ心配せんで、かすり傷やこんなもん。シン、大丈夫なんですか。そんなヤバじゃねえよ、こいつは。メツ、おっと、俺はただの見物人だ。今日はどうしても自分の手でやりたいってこいつがな。シンは？そういうことだ。サンクトスチェインと聖杯共にもらい受ける。やってみろよ。確かにあんたは強い。だけどホムラも光も絶対に渡さない。強いな。だが言葉だけだ。お前がそれを望むのならば、言葉ではなく自らの力で示してみせろ。Même en étant loin de ça, là, je vais prendre des dégâts, quoi.最大の弱点だ。無駄なあがきだ。俺の力は全ての素粒子を操作する。素粒子だって。ゆえに己の肉体を高速度まで加速させることもたやすい。どれだけ先を予測してもその後に動くのはお前自身。所詮俺の敵ではない。光、まだ大丈夫。レックス、真の動きを。
止めるわ。光の速度には光の速度よ。わかった。みんな巻き込んだらごめん。言ったはずだ。俺の力は素粒子の操作。天の聖杯の攻撃の正体は加速させた粒子エネルギー。そしてそれは重粒子ゆえ、わずかに光の速度に及ばん。あとは見ての通りだ。そんな光の攻撃が。シン、終わりだ、少年。無人剣。あの時バーンの構造に好きにさせるか。メルフ様。ほう、近くで見るとかなりのべっぴんさんだな。殺すのがもったいないぜ。離せ！やめろ。まだ意識があったとは驚きだ。安心しろ。その胸のコアクリスタルをえぐり取れば楽になれる。こんなところで俺は楽園に行かなきゃ世界の答えを見つけなきゃならないんだ。世界の答えか。そんなものはどこにもない。やめて。あなたの目的は私のはず。レックスたちは関係ない。おほ、こいつは泣けるね。愛しい彼女が命乞いかい。茶化すな、サタン。こいつは真剣勝負だ。剣を引いて、死。出なければ。どうするというのだ。私を消滅させます。ホムラ？私が消えれば、困るのはメツ、あなた。気づいてやがったか。さすがだな。だがどうやって自分を消し去る。今のお前にそんな力が。試してみます。驚いたな、そんな芸当ができたとは。どういうこと。あいつ自ら光のデバイスを制御してやがる。彼女の覚悟がなせる技ですか。やってみろ。先ほどと同じように俺の力でかき消すだけだ。そうですね、粒子法ならそれも可能でしょう。でもこれは照準光、
その速さは光と同じ。そしてほんの少し出力を上げるだけでブレイド一人を消滅させるには十分な威力となります。お前、次に合図を送れば私の体はこの世界から消滅する。あなたが動くより早く。どうします、シン。意外だな、天の聖杯であるお前がそんなことを言い出すとは。楽園への扉、お前が開いてくれるというのか。それがあなたの望みならば。やめろホムラ、こいつらは。シン、よかろう。ホムラ、ニア、レックスのこと頼みます。ごめんなさい、レックス。ホムラ、なんで。傷だらけだな。今頃気づいたのか、自分のブレイドがこれほど傷ついているのに、お前は自分しか見えていない。天の聖杯と同調した少年、どれほどかと期待すらしていたが、お前は愚かだ。愚かで悲しいほど暴れた。リビン、ホムラ。